環境保全活動のほか、九電グループの二酸化炭素の排出量削減に向けた取り組みをお話しします。電気を作るときには多くの二酸化炭素を排出しています。日本全体の二酸化炭素排出量のうち、発電が占める割合は約 40%。 発電を行う企業として二酸化炭素の排出量削減を行う義務があるのです。主な取り組みとして、電気を作る側の取り組みと電気を使う側の取り組みをお話しします。電気を作る側の取り組みとしては、電源の低脱炭素化に取り組んでいます。電源、つまり発電方法を二酸化炭素を出す量の少ないものや二酸化炭素を出さないものに変えていくということです。具体的には、自然の力で発電する再生可能エネルギーの開発を進める、安全を大前提とし二酸化炭素を排出しない原子力発電を最大限活用していく、二酸化炭素を多く排出する火力発電について低炭素の発電所への建て替え等により排出量を減らしていくというものです。また、排出された二酸化炭素を回収し有効利用する新しい技術の活用も検討しています。電気を使う側の取り組みも同時に行っています。石油などのエネルギーから電気エネルギーに変えることを電化と言います。例えば、ガソリン車から電気自動車へ変える、灯油ストーブからエアコンへ変えるといったことです。私たちはこの電化を家庭、業務、産業、運輸などのあらゆる分野において推進していきます。私たち九電グループはこのような取り組みにより、九州から日本の脱炭素をリードしていきたいと考えています。